それではですね、このロシアと、そうですね、まあ、歴代のソ連の首相の方をちょっと見てたんですけども、なんだよね、このウーロ戦争が起こってきたか、でどういうことなんかなっていうことで、ずっと、そういう首相、ロシアの歴史を調べたんですけど、この辺から、この、ね、この避難先にも、招集令状が届いたと。で、男性がね、これ3月20日のニュース、まあ1ヶ月近く経ったものなんやけども、男性の出国禁止が、この始まった 2月24日に、18から16、60歳の男性の出国禁止が、ウクライナにね、施行されたということで、もう、この戦争に参加せへん人間は非国民になってしまうというような感じで、どん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 人員を消費するような形の戦争、それがまあ今10ヶ月続いてるんやけども、まあ、ちょっとその辺からウクライナに対しても何か一方的に侵略されたんじゃない違和感を覚えてきてね。で、それでこの、ちょっとじゃあクリミアの歴史、ウクライナの方の歴史を見てみようということで、一方的に侵略されて、ね、世界から支援武器が集まってくる、ウクライナやけども、本来はね、武器大国やってるね、世界4位の武器大国で、汚職が蔓延してた、国やと、いうことが分かってきて、ね、そしてまあ、一時はデフォルトの危機まであった。ね、でそういう形ですからね、この大量にね、支援された武器っていうのが、いつまあ、そういう武器のその輸出ルートっていうのはあるんやから、またテロリストに渡るかもわからへんと、いうような形で、ね、ウクライナ自体も非常にね、それほど一方的に攻められた国でもないやろうと。ねいうことですね。まあ、中国にもこういうね、空母を輸出してたりとか、ミサイル技術、北朝鮮にもミサイル技術をね、出したとか、まあ、非常にまあ、ね、武器に対しては、世界にいろんなルートを持っている国だったということになります。で、これはね、プーチンは、じゃあどうしてプーチンになったのかと思って、だからこれも YouTube がリンク禁止になってるんやけど、まあ、プーチンが、エリツィンからプーチンになった、その後に、ね、オリガルヒを、ね、どのようにして切ってって、ロシアをね、そのオリガルヒ支配から、脱却させたかというような形を、それをまあアメリカ目線で見たというような形の映画とかドキュメンタリーでしたね。で、まあ同じようなオリガルヒっていうのは1991年以降、そのソビエト崩壊の後は、まあウクライナにしろベラルーシにしろロシアにしろ、そういう富が一気に集中するっていう、まあ、自由主義体制になったんで、まあ、特にね、未熟な自由主義体制では、そういう富が、オリガルヒね、政商ですよね、政商に一気にね、集中するということになって、ウクライナにも非常に今、オリガルヒが増えたと。ね、プーチンはそのオリガルヒを整理した、ロシアのオリガルヒを整理したんやけど、ウクライナはまだまだ汚職大国のオリガルヒが増えていたというような点があったというような形ですね。で、これ、ルイセンコっていうのはね、これはね、まあ、その2月24日、キャンセルカルチャーが起こってから、まあ、ロシアのね、文学、芸術、科学、すべてが西側諸国からキャンセルされたような形になって、しまった。で、ソ連の時も、ソ連の鉄のカーテンっていうのが引かれて、その時にですね、国際ね、科学から、国際の学会からロシアがね、締め出されて、で、そういう形で、
ロシアのね、その、生物学、ね、農業っていうのが、このルイシェンコによってね、むちゃくちゃにされて10年ね、その進化論とは違った、メンデルの進化論とは違った進化論っていうか、環境をね、要請論みたいな形で10年遅れたと言われてるんで、まあ、これからね、ロシアっていうのは西洋の近代文明っていうか科学から取り残された10年経てばほんまにもう、ドローンさえ作れない国になるんやないかということで、まあ、戦争っていうのはもうやっぱり、ね、民を幸せにはしないということで、まあ、早く停戦してほしいな。で、そういう、ね、囲い込み、またまた鉄のカーテンみたいな、何かちょっと嫌な雰囲気はしますよね。っていうことで、まあ、科学技術もそういう形では、遅れちゃうよねっていうのをちょっと調べたということになります。で、NATO、NATO に関してもね、これね、ここのね、NATO っていうのは、まあ、初め、その、東ソ連に対しての拡大防止で作られたもんなんやけども、そのソ連が崩壊した後でね、今度は、このドイツがね、統一した後、ドイツの一人歩きっていうのが、心配されたんでね、それを NATO の枠組みとして残したかったと。ドイツをね、西部のヨーロッパとの NATO の枠組みとして残したかったってこともあって、NATO は解散されへんかったんやないかと、いうことですよね。で、まあ、そういう枠組みとして残したいっていう意図があったんで、2002年5月にです。ロシアも、ね、準加盟国にして、ヨーロッパ自体がね、NATO の枠組みとして、まあ、世界の、ね、安全保障をね、担う、まあ、軍事、その締結、軍事機構というような、形にしようと言ったけども、それが2014年のクリミア併合以来は、今度は逆にね、東方進出、ロシアのね、東方進出とか、ロシアが、西洋に行く。それから、NATO はロシアからの進出、ね、を嫌ってという形で、ロシアと NATO のね、やっぱりまた対立に戻ってしまった。ね、ということで、NATO とロシアの対立が今まで起こって、今回もね、ウクライナに NATO のそういう対立構造が、ね、及んできたんで、ロシアが嫌がったというようなこと。またこれも貼っときますけどね、見ていただいて。で、こちらはね、人種としてね、見ていただいたらどうかなって、スラブ、アラブ、インド、アリア、ね、これまた貼っときますけど、それぞれ違う、人種で。ね、よく、その、スラブ系っていうのが、今回ね、その、スラブの兄弟の、ベラルーシ、それからウクライナ、ロシアはというふうに言われますよね。で、確かにね、この東スラブ人ってのはウクライナ、ベラルーシ、ロシア、民族的には、ね、ちょっと西スラブ、南スラブとかっていう、まあ、東欧諸国ですけどね、スラブ民族っていうのは、そのアングロサクソンとか、あるいはその西洋のフランスとか、ちょっとまた違う文化を持ってる、ね、民族やと、いうことが言われますよね。だから、ここをね、ベラルーシとウクライナ、ここまでが東スラブの民族だよと。だから、同じ民族やと、ね、まあ、政治とか文化も、非常によく似た民族であるというふうに言われているということです。で、まあ、そういうことを調べながら、で、日本っていうのはね、これは今度はね、侵略戦争、この日中戦争で侵略戦争も経験して、ね、そして最後は、太平洋戦争で負けちゃった。ね、1914年、ね、から18年、まだ第一次世界大戦。その時はまあ日本も参加したんやけども、非常に対戦景気で景気が良かった、ね、日本が衝動になることもなかった、ね、戦争景気で沸き立って。
で、その後32年には今度はね、ドイツの権益なんかもそこから、ね、もらって中国にね、進出して、満州国、1932年に作って、で、今度は中国を、まあ、占領しようというような形で、侵略を行って、37年から45年まで、日本と中国の戦い、もう45年にはこれ、太平洋戦争終戦で原爆を落とされて終戦になるんですけどもね、その間、42年までは、1937年から42年までは、これ、日支事変って、言われて、事変というんですね。今、まあ、プーチンがね、特別軍事作戦と言うてるような形で、戦争ではなかったというようなね、形で、まあ、各地で、戦闘行為が行われて、侵略を行ったということで、そのうちに、まあ、アメリカ、ね、ヨーロッパのドイツの戦争なんかと、巻き込まれて、42年には、アメリカに宣戦布告して、45年に負けちゃったと。原爆を落とされて負けてしまったというようなことになるんですけど、まあ、第一次世界大戦から、それから満州国を作って、そして37年から今度、六峡工事件、に端を発する、ね、日支事件っていうのが起こったというような時代ですから、日本というのは、まあ、戦争のね、侵略戦争の始まりから終わり、原爆を落とされての終わりまで、ということを経験してるんで、戦争がいかに始まった戦争がやめにくいかというのも分かってますから、まあ、今回のね、ロ戦争、ウクライナとロシアの戦争も早期にね、停戦するように、今、まあ、まだまだアメリカはやめさすつもりはないけども、やはりその後、どん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 戦争のエスカレーションっていうのは起こってくるのは必然ね。この日中戦争から見ても必然ですからね。できるだけ早く、やめるような形でね、停戦して、そしてまあ、あとは政治闘争ね、で、奪われた領土、ウクライナを考えるというような形にはならんとしゃあないのかなとは思いますけどね。まあ、その後また、ソ連の方、ちょっとね、見ていきますけど、今日はここまで。